じゃん！どうも、ひかりまんです。今回は、10月3日に開催されたユニオン設立総会について話していきたいと思います。はい、ということで、10月3日木曜日、行ってきました。Uber Eats ユニオン設立総会。すごかったよ。いや、当日はね、メディアの数がね、めちゃくちゃ多かったね。なんかもう、日本の全メディア集結したと言っても過言ではないぐらい。いろんなテレビ局から、新聞社ももういっぱい来てたし、他の雑誌とかもね、もう配達員より多かったね。配達員の2倍ぐらい、2、3倍ぐらいいたかな。やばかったよ。こんな来ると。だってカメラマンとかも TBS をめっちゃでけえ、ガチのカメラ。担いでこう撮ってたりとか、しかも音声さんもいたからね。ガンマイクで。めっちゃガンマイク当ててたけど。あんな近くで見たの初めてだよ。あのカメラとか、音声さんとかね。いや、すごかった。入りました。ユニオンに入りました。で、まあ、時間になってね、まあ、設立総会始まりまして、まあ、今回も、富男の司会で、スタートしたんですけど、まあ、まずは、規約。まあ、今までは規約案だったんですけど、それが、今回を機に、まあ、ちゃんとした規約として決まるということで、これでよろしいでしょうかと、感じのことをやって、で、そんで次に、いろいろ役員を決めるということで、会計や書記や、いろいろね、決めていくんですけど、まあこれは前回も一応もうある程度決まってて、その人でも今回決定で大丈夫ですかみたいな感じで、やってったんですけど、執行委員長だけ、前回2人候補がいまして、まあ1人は富男と、もう1人結構こう、意見言ってくれてたもう1人の方、2人で投票という形でね、その場で集まった配達員17人全員の投票で、まあ、投票用紙にどっちかの名前書いて投票して、で、見事に、初代 Uber Eats Union 執行委員長、前場富男さんに決定しました。なんか政治家みたいな名前じゃない？前場富男。まあまあ富男に決定しました。まあこれは、まあ妥当だなと。もう準備会での司会っぷりがね、みんなの意見を聞いて、うまくこう場をね、回してたりとか、あの司会っぷりを見たら、もう富男でいいんじゃねえかみたいな感じはありました。で、まあ富男に決定ということで、頑張ってください。はい、ということで、まあ、ちなみにヒカリマンは何の役職にもついておりません。まあ、気楽な状態を維持しております。まあ、これは、ここで変に役職とかについちゃったら、なんか動画とかで、あ、これなんか言っちゃダメかなとか、言いづらいこととか起こりそうで、ちょっとそれ嫌だったんで、ちょうどいいところにね、居座ることができました。で、まあ、そんな感じで、規約や役員をね、決めて、で、次は数日前に Uber からこう発表された保険の拡充についても触れてて、まあ一応ユニオンは事故った時の配達員への保証を結構一番大きいところでね、訴えていこうみたいな感じで軸でやってたんで、まあそれが3日前にね、軽く保証されたので、このまま一番にしとくのはちょっと弱いなということで、なんかそこら辺変えなければいけないかなっていうのを話そうとしたんですけど、そっからまた一からね、その記者とか、カメラとかいっぱいいる前でなんかこう配達員いろいろやり合うのもなんかもうやりづらいということで、それは一応終わってから記者会見とかね、この後なんかあるらしいんで、そういうの全部終わってから配達員だけでちょっとそこら辺は決めましょうみたいな感じになりました。そういう感じで Uber Eats Union これからスタートしていくので、よろしくお願いしますみたいな感じでその会は終わりまして、でその後ね記者会見がありまして、まあそれがね結構長かった。3、40分ぐらいでもずーっと質問攻めみたいな感じで、富男と弁護士の人たちとか前に座ってたんですけど、もうほんと質問攻めっていうか、もうあ、マジの記者会見だみたいな、これテレビで見るやつじゃんみたいな、うん、だから最初に〇〇新聞の何々です2点質問させていただきますみたいな
うおー、そうか、テレビで見るやつだ。めっちゃ興奮しましたね。でもその度ね、富男たちが座ってるところと向かい側に配達員と、記者たちが座ってるんですけど、記者たちが質問するたびにガンマイクガーッと向けてくるんで、危ない危ない危ないみたいな。富男が喋るってなったらガンマイクこっち。めっちゃこうガンマイクをブン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 ね、やってましたね。ここら辺にあったからガンマイク。俺何も喋ってないのに、後ろでこう記者たちが喋る。そこまで届かないからな、ここら辺にあんの。あって言いたくなったね。はぁ、あ、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 です。はぁ、あ、やりたくなりましたよ。そのぐらいもう、で、まあその会見で、まあ40分ぐらいあって、具体的にはまあ配達員をどういう方法で労働者として認めてもらおうと思っていますかとか。まあこれは、Uber が保険の拡充を発表する前の要求案だったので、そこに対して、労災ですよね。配達員はどういうふうに労働者としてね、認めてもらおうと思っていますかとか、まあそういうね、具体的な法的なところとかね、いろいろ弁護士さんが、答えてたり、まあ配達員どれぐらい今まで事故を起こしたりしてるんですかみたいな。もう結構いろいろありましたね。で、記者会見終わりまして。で、こっから配達員と弁護士さんなどとね、要求事項をどうしましょうと。一番最初に1が、事故に遭った時の配達員への保障っていうのが書かれてたんで、そこちょっと変えなくちゃいけないと。いうことで、まあもう完全にもう3日前にこれ発表するっても時点で、まあ、明らかユニオンめっちゃ意識してるじゃんみたいな。で、ユニオンの影響めっちゃあるなみたいな。てか、このユニオンの動きが多分なかったら、この発表も多分なかったと思うし、まあ、そこはもう本当に真実はわからないですけど、もう普通にこう流れてみたらもうこれ明らかにユニオンの影響だなみたいな感じなんですけど、まあそれで一応発表があって軽く保証されたと。まあ内容はともかくね、保証されたので、一番にそれ置いとくのはちょっとおかしいということで、一つ出た案が、まあちょっといろいろ読んでも、こういう時はどうなんだろうみたいな。普通シンプルにわからないところがあるから、運営の方を招いて、そういうなんかシンプルに説明会みたいな。Uber の保証のことに対してシンプルに説明会を開いてくださいみたいなのはどうかなみたいないう話は出てましたね。でもそういう感じになると思います。一番目は。で、まあ僕の個人的な、意見だと、やっぱ保険のことだけじゃなくて、新人って最初に数十分軽くね、サポートセンターでこう、アプリの使い方っていうか、配達の仕方の説明を受けて、はい、じゃあもう行ってきてください、みたいなのに放たれる感じで、実際こういう時どうすればいいのみたいな、もう疑問がめっちゃあると思うんですよ。わかんないこととか。だからそういうのを聞ける会みたいなのを、月1ぐらいで、運営のね、Uber のスタッフを招いてね、やるのはどうかなとか思うんですけど、まあ、ここでサポートセンターとかパートナーセンター行って聞けばいいじゃんみたいな、いう意見もあると思うんですけど、サポートセンター、まあ、電話ですね、それもなんかもう Uber のスタッフではなくて、もう委託された人なんで、ただもうテンプレ通りにこう、やってるだけで、人それぞれ意見も変わってきちゃうし、で、パートナーセンターの人もこれバイトなんで、Uber 直属の社員とかそういう人たちじゃないんで、もう聞く人聞く人でも、意見が少しずつ変わってくるんで、だそういうところでちゃんとしたもう正式な回答しか出しませんみたいな、 Uber の社員の人を招いて、もその人から発せられることはもう全部正しいこと、もう正解のことっていう会をね、開いてほしいなと。そういうのもいいんじゃないかなって思いますね、僕は。まあそういう感じでね、まあ要求案は早めに出しておいた方がいいんじゃないかということで、まあ今言ったことを修正、軽く修正でき次第、早急に出すっていう感じです。で、今回の要求事項の話し合いで、軽く変更とか追加されそうだなという点を話していきたいと思います。で、まず要求書の1番。では、これをまずホームページにも多分載ってると思うんですけど、まあ1番は事故った時の配達員への保証ということで、まあこれは軽く保証されたので、まあシンプルに説明会、こういう時どうすればいいですかみたいな説明会を開いてくれませんかっていう要求に多分変更になりますと。で、その次、4番ね。報酬について。まあ、これは、まあ、ピック料金ですね。まあ、例えば、目の前のお店にピックするのと、3キロ先のお店にピックするの、値段が一緒の一律の300円なのはおかしいんじゃないか、みたいな。まあ、例えば具体的に言うと、明らかにだって3キロ先のお店に取りに行った方が、遅延バットとか、まあ、遅いですって言ってお客さんにバットされる率も高くなるし、リスクも高くなると。そういうリスクを回避しようとして、早く、急いでね、漕いで、スピード出していって、事故になるリスクも
高いと。なのに300円で一緒なのはおかしいんじゃないかって。まあ、4番がそういう報酬についてですね。で、ここにもう一つちょっと追加したいなっていうところがありまして、まあ、例えばね、だ僕が思うのは、1キロ未満は300円。で、1から2キロは350円。で、2から3は400円とか。まあ、そんな感じでちょっと上げていけば、まあ、キャンセルとか拒否率も下がるし、3キロ先だけど400円ピック料金でもらえんだったら、まあ、行くか、みたいな感じにもなるだろうし。で、それで、今、3キロと目の前のお店同じ300円だけど、キャンセルとか拒否したら、最悪アカウント停止でしょ？それもおかしいし、キャンセルとか拒否に、をすることによってマイナスのことが配達員にあるのであればね、遠いピックとかそういうのにはプラスで払うべきだしねっていうのがまああれですね、4番の報酬について。でここでもう一つ、追加したいところがあるっていうので、量ですね。重さでもちょっと改善してくれないかというところがありまして、今は距離だけでこう振り分けられてるんで、そこを、量でも、例えば軽貨物とかね、車とかでやってる Uber やれるんですけど、そういう人たちに大量案件は振ったりとか、そういうことをしてほしいのと、それができなければ以前にあったあの応援制度、配達員がもう明らかにこれ一人じゃ持っていけないみたいないう時に、サポートとかに連絡すれば応援の配達員が、来てくれて2人で、配達できるというシステムが昔あったんですけど、それの、復活と。でそれかシンプルにもお客さんに5人前以上とかだとプラスで配達料支払うようにして、配達員にそれを還元するみたいなね。5人前以上は50プラス50円みたいな。で、配達員もそれを運ぶときはプラス50円で運べる。それかまあ、配達員のときはブースト 1.1 とか 1.2 つくとか、そんな感じにして、欲しいですね。まあ、普通に考えてコーヒー1杯とタピオカドリンク30杯が同じ料金で運ぶっておかしいですから。他のデリバリーサービスとか運送業者も、あの重さで、料金変わってくるんで、Uber Eats だけなんかそこら辺適当にうやむやにされて、なんか配達員はいいように使われてねえかみたいな、そこですね。はい。量の問題ですね。はい。そして、最後に、要求書の5番。まあ、これは配達アプリについて、まあ、1から4まで書いてあるんですけど、まあ、1はま、サポートセンターのオペレーターがアプリについてよく理解していないことが多いと。で、2番、料理を受け取るまで配達先わからないのはおかしいと。まあ、これは初期の頃っていうか、Uber 始めた当初は一番最初に思ったことだと思うんですけど、わかんねえのみたいな。じゃ、どこ飛ばされるかわかんなくて、軽く空いた時間に Uber Eats やることもできないみたいな。どこ飛ばされるかわかんないから、めっちゃ遠いとこ飛ばされたら帰ってくるまでも結局時間がかかっちゃうし、そういうので、まあ、配達先事前に分かってる方がいいんじゃないかと。まあそれか、ある程度の配達先っていうか、自分で配達員は目的地をある程度決められて、そっち方面の配達しか受け付けないみたいな、そういうシステムがあればめちゃくちゃいいんですけどね。僕はずっと言ってるんだけどね。だってそれがあればさ、もう帰ろうと思ってて、自宅からめっちゃもう10キロぐらい離れたところまで飛ばされてて、その時点でオフラインで帰るのってめっちゃもったいないし、あの、自宅方面の配達があれば、それをやりながら帰れるし、Uber もそれでもう配達をね、消化できるし、どっちにもプラスだと思うんですけどね。まあ、受けるときに配達先まで見えるか。まあ、プライバシーの問題で配達先まで見えないにしても、どこら辺の配達かぐらいは、見えるようにするか、配達員が、こう、あの、その都度、目的地を決められて、そっち方面の配達しか受けないみたいな、そういうシステムを作るか。なんか、どっちか、やってほしいですね、みたいな。三つ目は、まあ、住所不備が多いから、それを、ちゃんと配達員アプリに表示してくださいと。これは、未だにあるからね。デリバリーアプリで一番ダメなバグが未だにありますからね。4番、大量注文が、これはさっきの報酬のところにこれは移動した感じですね。量の問題ですね。はい。で、そして最後、今回もう一つ追加しようと話が出たのが、真逆ダブルの廃止ですね。まあ、これは Uber 配達員じゃないとわからないと思うけど、同じ店に同時に別のお客さんからね、注文が入った時に、二人の配達員呼ぶんじゃなくて、
一人でこう配達先二つ行っちゃえばいいんじゃないみたいな、まあそういう感じで一人でダブル配達することがあるんですけど、そういう時にまあ基本的に運営は同じ方向の配達先じゃないとダブル配達にはなりませんみたいな、言ってると思うんですけど、もう相当高い確率で真逆ダブルになるんですね。お店がここにあったとして一軒目こっちで二軒目こっちみたいな、お店の前通るぐらいの真逆のダブルだったら二人呼んでこう同時に行った方がめっちゃ早いしいいんじゃねみたいな。でだって配達員がもう明らか店の前で暇そうにしてる配達員いるのにもかかわらず自分がダブルになって真逆に配達とかありますから、そうなると2軒目になったお客さんは若干冷めた料理が届きかねないし、2人使った時よりも10分とか15分ぐらい到着も遅くなるし、それでお店はせっかく熱々の状態作ったのに冷めた状態に料理が届くと、ね、そういうお店の人もあんまいい気はしないと。で配達員もそれそれで2軒目の人にね遅いって言ってバッとつけられる可能性もあるし、配達員が悪くない、配達員は遅くないのに配達員が遅いって言ってバッとつけられる可能性もあるし、そうならないように配達員はめっちゃ急いで危ない運転とかしちゃって事故につながると、それも危ない。で運営は運営で、まあ、店ここにあったら3キロの真逆ダブルとかあるんですよ。それだったら2人使って3キロやっちゃった方が安く済むんですよね。で1人で行ったら3キロ9キロなんですよ。運営側が支払うのも安く済むんだから、なんでそこ買えないんだよみたいな、真逆ダブルについて改善してほしいなということですね。まあ、ということで、まあ、まとめると、量と重さの問題が一つと、真逆ダブルのこと。この二つが今回、加わったとですね。はい。というのが、まあ、大体当日にあった出来事でした。で、あとね、まあ、僕が個人的に、もう一つ追加してほしいことがあるんですけど、報酬についてね、ピック料金、距離のことと、重さのこと今回出て、あともう一つ、高さね。高さ。だって、一軒家に配達と、タワーマンションの40階に配達、配達料金一緒っておかしくない？っていうのは、だってタワーマンにこう、ついて、そっから防災センター経由して、なんか必要事項こうバーって書いて、なんか札みたいにもらって、で、エレベーターでバーって40階まで行って、渡して、降りて、また防災センター行って、これ返して、なんかこう書いて、で、出てくる。10分15分くらいかかるんですよ。一緒これ。一軒家と一緒っておかしくねみたいな。で、今までは、なんかタワーマン印税って言って、僕たち GPS で、地図上の GPS、その現在地が動いた距離で計算されて配達料金がもらえるんですけど、タワーマンの場合、もうめっちゃ高いところまで行くと、GPS がこうめっちゃ狂って、現在地がめっちゃ飛ぶんですよ、ビュンビュン。で、その飛んだ分だけ配達料金もらえちゃってたんですね。だからそういうのがあったから、まあ、タワーマンション配達だけど、まあ、いっか、みたいな感じで、今まではなってたんですけど、まあ、そのバグが修正されたんで、そのタワーマン印税もなくなったと。で、そうなったら、どうなったかというと、今、六本木とか赤坂とかのタワーマンエリア、配達員不足で、ずっと配送料金が上がってる状態なんですよ。で、配送料金上がるっていうのは、配達員がいないと、もうその周辺回らないから、ある程度配送料金をちょっと高くして、お客さんの注文をちょっと抑制して、少ない数でもこう回せるようにしようっていうので、配送料金はちょっと上がるんですね。配達員いなくなると。それでずっとそのタワーマンエリアだけ配送料金上がってるんですよ。そんなことで配達員確保できなくて、タワーマンの人たちでも100円とか200円上がったぐらいで頼まないっていう人いないと思うんで、回数で決めるのか分かんない。10回、20回以上はいくら、プラスいくらとか、やるのか、防災センターがあるところはプラスいくらとかやるのか分かんないけど、そういう風にして、配達員にも還元して、配達員確保して、注文したら予定時間内にちゃんと届くっていうようにした方が、タワーマン済みのね、人たちにはね、そっちの方がいいと思うんですよ。多くお金払って、その、ちゃんとしたサービス、ちゃんとした時間に届く方がいいと思うんで、だって今はもう近くの店で頼んでるにもかかわらず配達員もいなさすぎて1時間ぐらい遅延したりとかしてるんで、だったらもうタワーマンの人は払うんだ、私たちは払いますから、払いますから配達員確保して時間通りにスッとこう届けてくださいよみたいなと思ってる人多いと思うんで、そこもねちょっと上乗せして配達員確保するとか、そういうのをね僕はしてほしいですね。はい、個人的な要求。次回、
メディアのウーバーユニオンの報道の仕方、それを見たネットの人たちの賛否両論に対して話していきたいと思います。